私は家庭菜園初心者の方におすすめする野菜、ベランダのプランターで栽培する夏野菜編第1話。どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて、今回は家庭菜園初心者の人におすすめの野菜をご紹介したいと思います。野菜と言ってもたくさんあるので、今回は少し条件を作りました。まず初心者の人におすすめということ、それから時期は夏野菜です。それから庭や畑で育てるのではなくて、プランターや鉢を使って育てることを想定しました。この条件に合うおすすめの野菜を紹介したいと思います。それから今回はベスト5ということで、第5位から順番に5つご紹介します。それから今回は私が考えたベスト5をご紹介するんですけれども、ぜひ皆さんの考えるベスト5も教えてください。では早速説明していきます。ではまず第5位の紹介です。第5位はゴーヤです。ゴーヤのメリットなんですけれども、病気や害虫が発生しにくい、実がなるので収穫した時に達成感が大きい、グリーンカーテンとして使える。それからデメリットは支柱化ネットが必要になる、広い場所が必要、人工授粉がめんどくさい、苦くて好みが分かれる味をしている。はい、簡単にまとめるとこんな感じかなと思います。まず栽培の面で考えてみると、ゴーヤはつる性の植物なので、支柱とかネットが必要になります。それを使うことで、よく考えればグリーンカーテンとして使えるんですけれども、逆に言うとその支柱とかネットを設置するのがちょっと大変であったり、そういう場所が取られてしまいます。それから病気や虫はあまり発生しないんですけれども、人工授粉をしないとなかなか実がならないので、その点は少し注意が必要です。はい、というわけで第5位はゴーヤでした。次は第4位の紹介です。第4位はバジルです。バジルのメリットは大きくならないこと、病気や害虫が発生しにくい、見た目が可愛い、何回も収穫できる、日当たりが悪い場所でも育つ。デメリットは使い道が養殖に限られることです。まずバジルはあんまり大きくならないんですよね。まあ多分大きくなったとしてもこれぐらいのスペースで足りるかなと思います。見た目が非常に可愛い葉っぱをしていますし、病害虫もつきにくいので育てるのはとても簡単だと思います。なので特に若い女性にはおすすめの野菜です。ただデメリットとして、バジルの使い道ってやっぱちょっとイタリアンとか洋食系に限られてしまうと思います。例えばパスタに使ったりとか、ピザに使ったりとか、まあ、シーフード料理に合わせたりとか、そういうことはできるんですけれども、なかなか和食には使いづらいですよね。なので普段の食事が和食メインの人にとっては、ちょっと育ててもなかなか使い道がなくて困ってしまうんじゃないかなと思います。はい、というわけで第4位はバジルでした。次は第3位の発表です。続いて第3位は枝豆です。枝豆のメリットは大きくならないこと、病気になりにくい、人工授粉が必要ない、簡単に食べられる、鮮度が大切な野菜なので、取れたてを食べられると美味しい。それからデメリットは一度収穫したら終わりになってしまう、害虫が発生しやすい、収穫のタイミングが難しい。簡単にまとめるとこんな感じです。枝豆のメリットとしてはあまり病気にはならないですし、それから人工授粉が必要ないというのもすごく楽でいいと思います。それから枝豆は取れたてのものがすごく美味しいので、家庭菜園で育てるとスーパーで売っているものと味の違いがわかるんじゃないかなと思います。ただし枝豆は少しずつ収穫するということができないので、収穫の楽しみは1回しか味わえません。それから初めて育てる方にとっては収穫のタイミングを見極めるのも少し難しいんではないかなと思います。では次に第2位の発表です。第2位はミニトマトです。メリットはザ家庭菜園という感じの野菜です。何回も収穫できます。実を収穫できるので達成感が大きいです。収穫した実はいろんな料理に使えます。デメリットは病気や害虫が発生しやすいです。脇芽を取る必要があります。背丈が大きくなります。茎や葉を触ると手が汚れます。支柱と誘引が必要です。おそらく家庭菜園で一番人気の野菜がミニトマトではないかなと思います。それぐらいたくさんの方が育てていますよね。ミニトマトは少しずつ何回も収穫ができますし、この実が収穫できるので、達成感が何回も味わえて、お得な野菜だと思います。ただし、病気や害虫がよく発生しますし、支柱を立てたり誘引する必要があります。なので、栽培するのには少し手間がかかります。
それから摘心をしないと背丈がどん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 高くなっていってしまうので、ベランダでプランターで栽培するときには少し注意が必要です。それでは、ついに第1位の発表です。皆さん、第1位の予想はついていますか？少し予想をしてみてください。第5位、ゴーヤ。第4位、バジル。第3位、枝豆。第2位、ミニトマト。このような順番で来ました。さあ、第1位は何なんでしょうか？それでは、第1位の発表です。私が家庭菜園初心者の方におすすめする野菜、ベランダのプランターで栽培する夏野菜編、第1位は、シソです。シソに決めました。メリットとしては、病気や害虫が発生しにくい、大きくならない、何回も収穫できる、いろんな料理に使える、穂も使える、日当たりがある程度悪くても育つ、デメリットとしては、穂が出ると葉っぱの成長が止まってしまう。種が落ちると雑草化してしまうことです。というわけで第1位はシソにさせていただきました。まずはやはりメリットが多いと思います。病気や害虫が発生しにくいですし、何回も使えていろんな料理に使えてすごく便利な野菜ですよね。それから日当たりがある程度悪くても育ってくれるので、日当たりが悪い場合が多いベランダ菜園には最適だと思います。秋になると穂が出てくるんですけれども、それは早めに摘み取っていただいたり、逆にそれを穂ジソとして利用していただくといいと思います。はい、それでは私が考えたおすすめの夏野菜ランキングベスト5、ちょっと一覧表にしてみました。それぞれですね、私が今回考えた基準を並べてあります。その植物の大きさ、サイズですね、それから病害虫が発生しやすいかどうか、それから栽培が難しいのかどうか、それからその収穫した時の達成感ですね。どちらかというと葉っぱを収穫するよりは実を収穫した方が達成感としては大きいんじゃないかなと私は思ってます。それから実際その収穫できたものが調理して料理に使う時にそれが使いやすいのかどうか、そこもちょっと考えてみました。上からシソ、ミニトマト、枝豆、バジル、ゴーヤの順番で並んでいます。二重丸はとても良い。丸は良い。三角はあまり良くない。そのような基準で考えてみました。はい、その結果としてですね、おすすめランキングベスト5は1位シソ、2位ミニトマト、3位枝豆、4位バジル、5位ゴーヤと、このような順番になりました。ただこれはもう完全に私の主観がすごく入っているものなので、おすすめの野菜はおそらく一人一人全員違うんじゃないかなと思います。なので今回はですね、ちょっとぜひ皆さんにコメント欄で皆さんそれぞれのベスト5をちょっと伺いたいなと思いました。一応ルールとしてはですね、今回私が考えたものと同じ条件で考えていただきたいです。まずは家庭菜園初心者の人におすすめすること。初心者というのは野菜の栽培の経験がゼロかほとんどない人、それをちょっと想定してみてください。で、栽培する野菜は夏野菜です。夏に収穫できる野菜を選んでください。それから育てる場所は庭や畑ではなくてベランダです。で、まあ、ベランダの日当たりまではちょっと、考えなくていいんですけど、まあ、東向きでも、南向きでも、どこでもいいんですが、まあ、ベランダで育てると。栽培容器はプランターもしくは植木鉢です。この4つの条件で考えてみてください。おそらく家庭菜園を何年もされている方だと、周りの人から家庭菜園したいんだけど、どんな野菜がいいのって、おすすめを聞かれることってあると思います。そういう時に皆さんはどんな野菜をおすすめしていますか？ぜひコメント欄でですね、皆さんのおすすめの夏野菜ベスト5を教えていただきたいと思います。おそらく一人一人答えが違ってくると思うので、すごく楽しみにしてます。私は先ほどの5つの判断基準を使って考えたんですけれども、それは全然無視していただいて構わないので、もう皆さんの価値基準でおすすめのランキングベスト5をちょっと考えていただければなと思います。はい、ここからちょっとおまけ映像なんですが、こちらが今回おすすめ野菜ランキングナンバーワンに輝いたシソです。もともとこれはあれですね、再生栽培でやったやつですね。シソの茎を切って水につけておいて根っこが出て、それを土に植えておいたものです。それが今もうこんな風に元気に育ってます。ここに2株あります。ジャガイモの動画でもお話しした通り、私のベランダは東向きであんまり日当たりが良くないんですけれども、それでもシソはすごい元気に育ってます。それからここでもですね、私今ミニトマトとか
まあ、あといろんな野菜を育てているんですけれども、やっぱり一番生育がいいのはシソですね。アマゾンで買った LED のライトでもシソはすごく元気に育っています。なので本当にシソは栽培が簡単です。で、簡単ですし、例えばこのシソの葉っぱってちょっと刻んで冷ややっこの上に乗せるとか、そうめんの薬味に使うとか、鶏のささみとか豚肉と一緒に揚げ物にしたりとか、もう何にでも合うじゃないですか。なので私としては家庭菜園初心者の人にはシソが一番おすすめです。今回ご紹介した5つの野菜に関しては、すべていろんな動画でその野菜の育て方をご紹介しています。野菜の育て方の再生リストやトマトの再生リストを見ていただくと、それぞれいろんな動画が見つかると思うので、ぜひそちらを合わせて見てみてください。もしこういう動画が面白いという方が多ければ、これからもですね、ちょっとおすすめの野菜とかランキング形式で簡単にご紹介していこうかなと思ってます。はい、というわけで今回の動画はここで終わりにしたいと思います。今回の動画面白かった、役に立ったと思ったら、ぜひいいねよろしくお願いします。それから質問や動画のリクエストは下のコメント欄に書いてください。これからも農業や家庭菜園に関係する動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。ではまた。